こんにちは、 ANA が大好きな研磨屋の高山です。今日は乾麺当てという研磨の紹介をしたいと思います。乾麺、乾麺って漢字で書くと端の面ということで、製品の端っこの面を研磨で加工したいと思います。今日研磨するのがこの製品、製品の端っこ、この面ですね。この面を研磨加工します。今ちょっと拡大して見てもらってるんですけども、この面がへこんでて、この外側が出っ張ってるので、研磨加工で当たる面はこの外側の面になります。で、今拡大して見ていただいたんですけども、ここの面黒くなってるんですよね。この面って僕の研磨加工の前に焼き入れという処理をされてまして、その焼き入れでちょっとここの面が100分の何ミリかこうガタガタうにょうにょになってるんで、それでもし製品にここに合わさったりとかするとちょっと隙間が空いちゃったりとか、ここに研磨で乾麺を当てることによって1000分台のうにょうにょ、もしよかったら0でまっすぐですねになるんで、これでパチンってこう製品が当たって、いい品物ができるっていうことになります。じゃあ今から乾麺の研磨加工していきたいと思います。よろしくお願いします。研磨加工終わりました。こんな感じで銀色になっています。で、端っこをですね、ちょっとここの面測るの忘れたんで、ちょっと端っこが研磨しなくていい焼き入れ処理のままの面なので、ここをちょっと参考に測ってみたいと思います。このピックテスターっていう一目盛り100分の1ミリでどれだけ触れているか分かる測定器です。これでちょっとこの黒い部分測ってみたいと思います。大体そうですね、100分の3ミリぐらいはちょっとこうガタガタしてる感じですね。これが焼き入れ処理のままの乾麺になります。次、焼き入れ処理した後の乾麺を研磨で乾麺当てしたところを測ってみます。はい、これゼロなのでちょっと今から回してみます。はい、こんな感じで、ゼロぐらい、1000分の1とか2とかですかね、ゼロぐらい、ほぼゼロぐらいで、仕上がりました。はい、いかがでしたか。今回は乾麺当ての研磨を紹介しました。できたのがこちら。初めに紹介したみたいに真ん中へこんでたので、やっぱり外側だけ銀色に綺麗に当たりました。先ほど紹介したみたいに こちらの面ですね、黒い面、こちら焼き入れ処理のままの乾麺になるんで、測ったら100分の3ぐらいやっぱりこうガタガタうにょうにょしてたんですけども、こっちの銀色の面は焼き入れ処理の後乾麺を研磨加工したので、先ほどピックテスターっていう測定器で測ったらほぼゼロぐらいで
研磨加工できました。これでおそらくお客さんのところで他の製品を当てたりとか組み付けた時に隙間のないいい製品ができたと思います。その他こんな研磨加工の動画ないの、こんな動画撮ってほしいなとかあったらコメント欄書いていただくと嬉しいです。それとこの動画よかったらいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。今回もありがとうございました。